まあ、大きなニュースが入ってきておりまして、ジャニー喜多川氏の問題、これどういう問題かっていうとですね、まさに性虐待です。これは認めています。まあ、大きなニュースが入ってきておりまして、 BBC ジャニー喜多川氏の問題ですね。この YouTube で喋っておられるこちらが、これ中村龍太郎さんと言いまして、まあ私にとってはですね、私の人生を大きく変える報道をされた、まあ恩人というか、まあ非常に仲良くさせていただいている元週刊文春の記者、文芸春秋社の社員じゃなくて、まあフリーランスということでですね、本当に優秀な記者の中村龍太郎さんが、ジャニー事務所の問題について、ジャニー喜多川氏の問題、これどういう問題かっていうとですね、まさに性虐待です。よくね、これ都市伝説のように言われているんですが、亡くなられたジャニー喜多川さんがですね、ジャニーズ事務所の男の子たちに対して性虐待をしていたことは事実です。最高裁判所も認めています。1999年から2000年にかけて14週連続で週刊文春はジャニー喜多川氏による性虐待であったりとか、子どもたちを適切な教育、学校に行かせないと、行けないという状況を作ったりですね、契約を交わさせないというようなことでですね、むちゃくちゃしてたわけですね。で、ジャニーさんがお亡くなりになってですね、それがポツポツとは出てきてるんですね。でもちろんジャニーさんが亡くなったことによってですね、ジャニー事務所をいろんなタレントが離れていってますよね。そんな中でですね、カウアンさんっていう人が、ガーシーとコラボをしてですね、ジャニーズ事務所での性虐待について告発してましたよね。綾野剛君はジャニーズ事務所ではないですが、タレント事務所のタレントさんとして非常に守られている、保護されている状態が未だ続いてますよね。そこに我々 NHK と私やガーシーが食い込んでいってるわけです。ガーシーのネタは芸能ネタだと言って、政治家への直接のネタを出してこいとばっかり言う人が多いんですが、それは大きな間違いで、これ僕何度も言ってますけども、芸能人と政治家やお金持ちっていうのはもう一緒なんですよ。悪いことをしてお金儲けをしているという意味では、テレビ局も含めて一緒なんです。テレビ局、芸能事務所というか、芸能人、そして大金持ちの企業、そして政治家と、この4つはもうみんな表の顔が違うだけで、裏側では悪いことして金儲けをしている人たちなんです。政治家ね、そして財界人と呼ばれる大金持ちの企業、芸能界、そしてテレビ局ですね。このつながりがもちろん全てじゃないですよ。政治家の全てじゃないし、お金持ちの財界の全てじゃない、もちろん芸能界の全てではない、テレビ局の全てではないです。ただ大半はと言ってもいいでしょう。テレビ局だったら、テレビ東京なんかはほぼそこは真っ当な放送局だし、芸能界もちょっと僕はそこまで細かいことまでは分かりませんが、例えば太田さんが所属しているタイタンなんかは僕はまともだと思います。財界で言ってもソフトバンクなんかは全然まともだと思うし、政治の世界でも少なくとも山本太郎さんとか令和新選組とか、我々 NHK 党であったりとか、ちょっとね、どれぐらい政治の世界でもその汚いところに染まってないと言える人はどれぐらいいるかは分かりませんが、そもそも政治の世界ね、ちょっと見たら分かりませんかね。 NHK のスクランブル放送は国民の 60%70% が望んでいるのに、いまだ政治家は NHK のスクランブル放送しようとしないでしょ。ほら、共産党であっても公明党であっても立憲民主党であっても自民党であってもね、だから政治家、国民の言うことは聞こうとしてないのがここで分かりますよね。で、財界人は当然テレビ局にたくさんお金を払ってます。自分の企業の宣伝をしてもらうだけじゃなくて、自分の企業のスキャンダルをもみ消してもらうためにやってます。テレビ局は芸能事務所とつながりがあって、優秀な売れっ子の芸能人を呼んでこないと視聴率が取れない、視聴率が取れないとスポンサー、財界からお金がもらえないという関係が続いているわけです。テレビ局は政治家から免許をもらっている。テレビ局の数を増やしてほしくないという、この4つの関係が常に合体しているんです。だから僕はここを攻撃して、テレビ局を攻撃し、ガーシーは芸能界を攻撃してるんです。で、一部ね、三木谷さんなんかのこの財界を攻撃していると。もちろん政治家としてここも攻撃していると。だからこんなわけのわからない除名運動が起こってるわけなんですね。NHK の方にちょっと話を戻せばね、性虐待をしていることは最高裁判所すら認めてるんです。だからこれはっきりと僕はこのように YouTube で言ってるのは、ジャニー喜多川氏は
男の子たち、いわゆる少年を集めて一緒にですね、例えば桜井誠とみたいなこと、同じことやってるわけですよ。そんなことしてるわけですよね。要はそのマイケル・ジャクソンさんもちょっとそういう疑いがあったんですけど、僕はマイケル・ジャクソンさんのことについては事実を調べてないんであまり経験に言えないんですが、とにかく男の子たちを集めてジャニー喜多川さんはその男たちにエッチなことをさせていた。男女じゃないのでどれがエッチな行為かっていうのは分からないですけど、まあ性虐待をしていたということは最高裁判所が認めてるんですよ。でそれに対して日本のテレビ局新聞社大手メディアは全然報じてないんです。なぜかテレビ局はジャニーズ事務所から芸能人を回してもらわなきゃいけないから、だからジャニー喜多川が裏側で性虐待をしてるっていう報道をしないということです。今回イギリスの公共放送 BBC があさって3月の7日にこのジャニー喜多川によるですね少年への性虐待を放送すると。これね、日本の NHK は恥ずべきことですよ。 NHK というのはこのテレビの中でも唯一芸能プロダクションなんかと付き合わなくていいんですよ。芸能界からタレントを派遣してもらって、テレビ局はね、視聴率を取らないと財界からスポンサー料がもらえない。テレビ局はジャニーズ事務所に対して忖度する、忖度放送、忖度報道が起こるのは当然なんです。だからここは責めちゃいけないんです。それを阻止するために財界じゃなくて国民から直接このテレビ局、いわゆるこれ NHK ですよ、 NHK だけはこういう財界の理論、お金持ちに左右されることなく放送ができるというために受信料制度というのを設けられていて公共放送を名乗ってるわけです。この国民から直接お金をもらってるから NHK はジャニー喜多川の悪口言えるんです、ジャニー事務所の。ところが NHK ももうバカだから紅白歌合戦にこうジャニーズ事務所のタレント出てもらわなきゃいけないとかっていうところでずっと NHK は視聴率を気にしすぎてジャニーズ事務所やジャニー喜多川の性虐待について報道できなくなってるんですね。だから僕は公共放送は必要だと思うけども NHK が公共放送の役割なんて果たせないと思ってます。もうついにイギリス BBC がやるようになったと。外国にこのようなスクープ持っていかれてどうするのって話なんですが、日本でいうと3月の8日になるかもしれませんが、まあ、ちょうどねガーシーが本会議場で陳謝するという日と同じ日になりますが、イギリス BBC の放送をですね、これをまあ、日本のテレビ、民放テレビはどうしても忖度報道して何も扱わないでしょう。週刊文春がジャニー喜多川に対してあれ14週スクープでやったらしいです。約3ヶ月間にわたってやり続けたんですよ。それを日本のメディアは報道しなかった。文春はちゃんとそういうところやるんですよ。テレビ局、民放全てやらなかったですよね。これね、ジャニー喜多川の問題、ジャニーズ事務所の問題、文春が取り上げてテレビが報道しなかったという意味では、私が2005年4月に行った週刊文春への現役 NHK 職員による内部告発が、メディアが取り上げなかったことと同じことなんですよね。でやっと文春のスクープから今24年経ちました。私の内部告発から18年経ちました。テレビ、新聞だけじゃなくてメディア、この YouTube によって皆さんにこういった情報をお伝えすることができることが今の時代ですので、どんどん変わってくるでしょう。いまだガーシーが国会に出てこないって言って文句言ってる頭のもうおかしいやつというか、もう情報弱者すぎます。テレビしか見てないおじいさんばっかりです。僕のところにクレーム来る電話、わざわざ YouTube の僕の電話番号をそのためだけに調べてくるようなバカなおじいちゃんたちが文句来ます。でも若い人でガーシーが国会に行かないことのクレームって実は一件もありません。テレビしか見ないおじいちゃんたちはもうこれはもう放置するしかありません。誰がね今回 BBC の放送に出てくるか分かりませんが、ジャニーズに所属していた子たちが場合によっては50代60代になって、その人たちがもうジャニー喜多川さんが死んでしまったから、もう怖くなくなったから、だから本当のことを話すというところで、アイドルはそんなことしないと思わされてるかもしれません、思ってるかもしれませんが、そんなことありません。裏で汚いお金と性の接待が行われているっていうのが現実です。それを知っていながら NHK は紅白歌合戦にジャニーズ事務所の歌詞を使ったり、もちろん紅白だけじゃないですよ、ジャニーズ事務所とのお付き合いを続けてきたのが公共放送 NHK の姿です。だから NHK に受信料を払うことはやめる。そして我々はゆっくりと今ね
政治家女子48党というものを作って、テレビが作ったアイドルに騙されてきた、そういう人たちが正しいアイドルを応援できる、また選挙に行かない人たちにうまくですね、この政治の情報、真実を伝えていくということをやっていきます。少し遠回りですが、確実に今の腐った政治家、財界人、そして芸能人、テレビ局をぶっ壊していきますので、よろしくお願いいたします。サスケ出演するか、サスケが逃げたので終わります。サスケさんも行きましょう。以上です。 NHK をぶっ壊す。 NHK をぶっ壊す。